アリベルト、アレクセイエビチ・シェステルニョフは、現ロシアモスクワ出身の元サッカー選手、元サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。100メートルを11秒未満で走る速いスピードが特徴であった。1941年、現ロシアの首都モスクワで生まれ、モスクワにある、ヤロスラブリ鉄道でサッカーを始めた。1959年、 現在の PFC チェスカ・モスクワに入団して17歳にしてプロデビューを飾った。21歳の頃にはチームでキャプテンを務めチェスカ・モスクワ一筋でプレーをした。1968年から1971年までバロンドールにノミネートされ投票もなされた。1970シーズンのソビエト連邦サッカーリーグでは全クラブ中最小失点で優勝を成し遂げた。 自身は雑誌フットボールが選出するソビエト年間最優秀選手賞を受賞した。ソビエト代表では FIFA ワールドカップや UEFA 欧州選手権に出場し活躍。代表では最終的に90試合に出場したが、これはソビエトの歴史の中で3位となる出場数であった。現役引退後はチェスカ・モスクワで、 コーチとして携わり、1982年には監督を経験した。1994年11月5日、モスクワにて死去、53歳没、クンツェブス公へ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。